じゃん。とっても大きなままごとのセットだね。ここから開けて、よいしょ。じゃん。これは木製のままごとのセットだね。出していってみようかな。まずはこれがフライパンで炒めるときに使うヘラだね。そしてこれが S って書いてあるものと P って書いてあるもの。S がソルトの塩だね。P はペッパーの胡椒を入れるやつね。こうやって振るとこんな感じで音がするようにできているんだよ。よし。それからこれが何かな？これはピーマンかな？ピーマン。そしてこれが人参だな。よいしょ。こうやって開けてみるとこんな感じで人参が出てきたよ。そしてこれがお皿もちゃんとついているよ。こんな感じ。ちっちゃなお皿と大きなお皿だね。2枚のセットだよ。そしてこれお皿がまたさらにもう1枚セットについていたね。さっきと同じ大きなお皿と小さなお皿2枚のセットだね。そしてこれが鍋だよ。鍋には蓋がついていて、開けるとこんな感じで、ちょっとツルツルしていて、テフロン加工されてるのかな？そしてこれが、これは何かな？これはレモンかな？パプリカかな？そしてこれはわかりやすいね。これはナスだよ。こんな感じで、大きなナスが出てきたね。おっとっと。そしてこれは何かな？これはつるっとした感じなんだけど、これは何かな？ちょっとわかんないな。そして、まな板も入っていたね。まな板と、まな板にはやっぱり包丁は必要だよね。よし。これで包丁で切っていくのかな？そして、アスパラガスも、こんな感じで1本。そして、もう1本ついているね。よし、こんな感じだよ。そして、これは大根だね。よし、大根と、そして、これも、さっきの、つるっとした感じのやつと似たような感じで、レンコンっぽいよね。これレンコンなのかな？それからこれは何かな？ちょっとこれはなんか面白い形に割れるようになっていて、あ、これタケノコかな？タケノコ、珍しいもの入っていたね。タケノコ。それからこれがフォークだよ。フォークは2本ついていたよ。こんなにたくさん入ってる木のおままごとセットだよ。